世紀の軍人を失ったホワイトベースは南米ジャブローの連邦軍本部へ向かうため地球軌道上へと進路をとる。しかし降下姿勢に入ったホワイトベースにジオンの赤い彗星シャー・アズナブルは強襲をかけ、軌道上の戦いは熾烈を極めるのだった。今度こそシャアの動きに追いついてみせる。連邦のモビルスーツは化け物か。シャアの猛攻を辛くも退け、大気圏を突破したのもつかの間、ホワイトベースにその雄大な大地を見る余裕はなかった。軌道上の戦いによりホワイトベースの突入角は大きく変えられ、ようやく降り立ったのは地球方面軍司令官ガルマザビの支配するジオンの勢力圏内だったのである。さすがですなシャア少佐、大気圏で敵を撃ち漏らしても敵の侵入角度を変えさせて我が軍の制圧下の大陸に引き寄せる二段構えの作戦でしたか。戦いは非常さ、そのくらいのことは考えてある。無線が回復したら大陸のガルマ大佐を呼び出せ。はあ。敵地で孤立したホワイトベースに残された道はただ一つ、目の前の敵を突破し生き残ることのみである。ガルマ出撃す。
この野郎、俺だって俺だって。いただき、甘い。こんなところでやられるものか。無駄無駄。僕だってモビルスーツの操縦くらい。どんな相手だろうと弱点さえつけば。くそ。こんなところで僕だけやられるわけにはいかないんだ。敵に乗せられるな。確実に仕留めていけ。目標捕捉しました。今は哲学など語っている暇はない。くそ。僕だってアムロに負けてられないからな。
なことで引き下がれるものか。くそ、こいつ落ちろ落ちろよ。遅い。抵抗すれば容赦はしない。これ以上やらせるか。熱源、来ます。前方の敵に集中攻撃だ。他には目をくれるな。遅い。口もぐるぐる高速回転。最後まで聞けよ。動かないでください。どうしてもやるんだね。遅い。見えているのだから。これ以上お前の好きにはさせない。こっちにも引けない理由があるんだよね。何？
やめておきな。お前さん思想が出てるぜ。人間臆病くらいがちょうどいい。そちらがその気ならば遠慮しない。やられるかよ。これ以上の戦いは悲しみを増やしてしまうだけなのですよ。何？貴様らにホワイトベースはやらせんぞ。そんなんじゃこの俺はやれんぞ。こいつら戦闘慣れしているのか。いつでとどめだ。